ご自身が描いたイラストが見ず知らずの人に勝手に使われて、しかも自作発言をされてしまうことが残念ながら起こる世の中です。無断転載や自作発言をする人を今すぐ減らすのは難しいので、イラストの無断転載、自作発言を少しでも防ぐための対策を3つご紹介します。まずは1つ目、イラストの上に自分のサインを載せる。 SNS の ID や URL、 無断転載禁止の文字などを載せます。テキストツールを選んで入れたい文字を入力、歯車を押して文字サイズやフォントを選びます。フォントはたくさんあるので好きなものをお試しください。イラストよりも文字が目立ちすぎて嫌だという場合は、レイヤーの不透明度を少し下げてみましょう。ですが、無断転載禁止の文字を認識してもらうのが大事なので、文字が読める程度の薄さにとどめます。またブラシツールで手書きのご自身のサインを載せるのもいいと思います。イラストの端に載せるとサインの部分をカットされて悪用されてしまう恐れがあります。イラストのメイン部分になるべくサインが被るようにしましょう。顔だけを切り抜かれてしまう可能性もあるので、キャラクターの顔にサインが被るように載せるのがおすすめです。2つ目、ウォーターマークを入れる。これがウォーターマークです。盗用を抑制する有効な手段です。サインを入れるだけだとサインをうまく消されて転載されてしまうこともあるので、こちらのウォーターマークも入れてみましょう。しかしこのまま使うとイラストの魅力を半減させてしまいます。これを薄く載せて目立たなくする方法を紹介します。新しいキャンバスから新規作成を選び、幅と高さを500ピクセルにします。今から行う作業は512ピクセル以上のサイズにすると登録ができないので、500ピクセルで作成してください。背景色を透明にします。この設定をしておいた方が見やすいのでおすすめです。次に A か B の方法でマークを作成します。テキストツールを選んで入れたい文字を入力、文字の周りに少し余白を持たせるのがポイントです。テキストツールを使わずに手書きの文字でもいいと思います。お好きなブラシで文字を書きます。こちらも同じように余白を持たせるのがポイントです。 A か B のどちらかを行ったら素材ウィンドウを開きます。タイルタブからプラスを押してキャンバスから追加を選びます。これでマークが素材として登録できました。一旦キャンバスを閉じます。次は実際にイラストの上にウォーターマークを載せていきます。ウォーターマークを入れたいイラストを開いて、新規レイヤーを一番上に追加します。素材ウィンドウを開いて先ほど作ったマークをタップします。イラストの上にたくさん並びましたね。回転と倍率をお好みに調整します。次にマークを薄くします。レイヤーの不透明度を 2-3% にします。これで完成です。ですがウォーターマークが目立って嫌だという方は、ブレンドを長山やオーバーレイに変えてみてください。この場合レイヤーの不透明度は 4-5% くらいにした方がマークが消えすぎないギリギリのラインかと思います。さてこれで作業完了ではありますが、最後に確認しておかなければいけないことがあります。薄く入れたウォーターマークがきちんと機能しているかどうかです。薄くしすぎたせいでウォーターマークの役目を果たせていなかったら本末転倒ですので、ウォーターマークを入れたら毎回次の確認を行いましょう。まずはウォーターマークとイラストを合体させた1枚のイラストを用意します。マイギャラリーから作品のコピーを作ります。コピーしたものを開いて、レイヤーのこのボタンから全てのレイヤーを統合を選びます。ウォーターマークとイラストが合体した1枚のイラストが準備できました。次に A、
P のいずれかを確認します。レイヤーのこのボタンからフィルターを選びます。トーンカーブを選びます。直線をこんな感じでタップ&ドラッグします。ウォーターマークを目視で確認することができました。レイヤーを上山にして複製ボタンを押します。ウォーターマークを目視で確認することができました。 A か B のチェックをしてもウォーターマークが認識できない薄さだったら意味がありません。ウォーターマークを薄く入れすぎたということになります。ウォーターマークのレイヤー不透明度のパーセントを上げてもう少し濃く作り直しましょう。もしもイラストが無断転載、自作発言されてしまった時、先ほどの方法でイラストを濃くしてみるとウォーターマークが浮かんでくるので、ご自身が描いたものであることの証明になります。3つ目、タイムラプスを撮る。タイムラプス機能とは、キャンバスに描かれた作品の作業工程を録画し、メイキング動画を作成できる機能です。イラストをゼロから作成しているタイムラプス動画を保存しておけば、もしも盗作被害に遭った時、ご自身が描いたものであることの証明になります。ではタイムラプス機能の使い方を紹介します。ホーム画面、新しいキャンバス、新規作成、タイムラプスを有効にするにチェックで、新規キャンバス作成と同時にタイムラプスが開始されます。キャンバスを開いている状態でタイムラプスを開始することもできます。メニューアイコン、タイムラプスの開始をタップでタイムラプスが開始されます。タイムラプスが有効になっている状態でメニューアイコン、タイムラプスの終了をタップで無効にできます。作成したタイムラプスはホーム画面、タイムラプスから確認することができます。作成したタイムラプスは動画作成ボタンから保存することができます。動画作成をタップ後、タイムラプスを何秒に収めるかを設定します。その後、保存先を指定したら作成完了です。タイムラプスは楽しい機能なので、ぜひともお試しいただければと思います。以上になります。今回紹介した3つの方法は全て行っていただきたい対策です。自意識過剰かなと思わず、みんなで自身の作品を守っていきましょう。今後の参考に、無断転載されてしまった経験やあなたの対策方法がありましたら、ぜひともコメント欄にて教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。